はようございます、田中夏希です。私は今青森県青森市にいます。で今日はこちらの葉っぱの湯さんを撮影していきたいと思います。今日は朝の4時やばい声。じゃ早速行きましょう。はい、じゃあ行こう。お邪魔します。天然温泉はい、ここはまず先に券売機を買います。5時から10時までは早朝割引中です。1人380円かな。安いね。はい、すぐに電子表があります。ナトリウム塩化物泉です。水温は 30.6 度。はい、こっか。まあ中すごいね。ここ全部ロッカーになってて、ほうほう、結構大きめのロッカーで、トイレで、ここで洗面台、ドライヤーもついてます。じゃあ早速ね、着替えますか。はい、脱衣所から今お風呂に向かうんですが、この途中に今水道があります。こちらの温泉だよ。行こうか。じゃあオープン。すごい木の香りがふわっと漂ってる。あ、すごいすごい。滝湯の壺すぐここにあります。で、今度は韓国赤石部屋です。すごいね。何こう絡んの数。多分普段バレすぎる数だよ。めちゃめちゃ多いです。すごいね。めちゃめちゃ多いね。はい、シャワーチェックです。強い結構強めです。いいね。多分これも温泉洗浄入ってるから、すごいぬるすべな感じです。結構もしかしたらここ湯厚めなのかもしれない。今40度くらいです、ね、よし、じゃあ湯しちゃおうか。あ、サウナの水風呂もある。はい、あー、もう色なんですが、ちょっと広いよ。もう体の芯から温まりそうな感じやろ。はい、じゃあいいね。早朝のこの熱いお湯をかぶれるっていう、目が覚める。じゃあ大浴場のメインであるこの葉っぱがあるところが入ります。なんか暑いね、ここ。ああ、なんか温泉の香りと木の香りが相まって、すごいもう心地よい香りになってきた。やば。うん、いい香り。ゆるき見てみよっか。カッパかわいいんだけどちょっと癒しキャラ的なね。ゆるいカッパ。ここ自体はぬるいんだけど、違うところでね、お湯を温度を高めてる、熱いお湯をどこかに発してるのかなっていう気がします。しかしここ広いね。まあ、ここがまあ大きいメインで、
隣がね、どう違うのかって結構分かってないんですよ、僕が。頭皮からじんわり汗かいてきてます。ここはね、朝5時からオープンしてるので寝起きに来るのはぴったり、私みたいな、今みたいな感じだったらね、もう朝起きて、もうちょっと一っ風呂浴びてシャキッと目を覚ましてから仕事に行くとか、すごいありだと思います。ちょっとつるすべ感、はい、結構強く残るので保湿すごい良さそう。あっちのメニュー行こうか。メニューの方が一段高い作りになってる。昨日行った1枚のメニューは初めて。ストッパーになってるってことか。私はちょうどいいか、はい、あ、考えられてるね。あ、いいね、ストッパー、かかとのストッパー。私的にこのかかとについてる板がちょうどいい、ナイスサイズ。こっちまで使っちゃうと汗すごい。インタビューに書いてるよ。わあ、ポカポカしてきた。朝活とかにいいな、ここ。続いて6分ぐらい行っちゃう。行っちゃった。おはよう。ああ、え、すごい、何この種類の重さ。ちょっとびっくりしちゃった。広いじゃん。ここはあの子供風呂、まあ、温水プールみたいな感じになってます。じゃあこの温度は、やはりちょっとあの子供にも安全なようにここはあの滑り止めになってるから全然くるくるもしないし、子供に優しすぎない？子供のためにこんな広いんだよ。ここはあの午後8時半までの使用となっております。かなり広いよこれ。私その温泉施設でこんな子供プールなんて初めて見たし、しかもこの広さ、これすごいね。何人入る、まあ、座るだけだったらもう20人くらいはもう余裕で入れると。この広さいいね。子供って確かに温泉行ってちょっと暑い、出たいとかっていう子も多いと思うんだけど、そういう子はここに来て、気持ちいいみたいなね、それがちょうどいいかもしれない。そうすれば大人もあっちにいて様子も見れるし、よく考えられてるね。じゃあ行っちゃう。つぼ湯2種類あります。こっちぬるいよね。こっちが源泉です。ぬるいから行こうかな。あ、本当だ、じんわりあったかい。よいしょ。あうわぁ、入れて2人ぐらいのサイズだから、まあ、家族とかね、子供とだけ入るスペースくらいかな。露天風呂、こんなに種類が多いなんて、本当びっくりしちゃった。次、源泉です。おお、そうだそうだ、ここの源泉の温度は 30.6 度だった。はぁー、うわー、はぁはぁはぁ。これは結構あのさっきの子供プールに近い温度かな。なので、多分 あっち取って温まって、でこっちで源泉の温度をね確かめるようにゆっくり使う。
青森もさ、こう夏暑い時が続くから、もうそういう時にね、ちょっと外に来て、この源泉の温度 30.6 度とか、ね、見つかるっていうのはすごいいいかもしれない。ちょうどいいと思う。まあ、あっちは子供だけだからね、あっちは大人がちょっとこう涼みたい時に来ればいいと思います。じゃあラスト行こうか。いや、面白いね。源泉っていう名前なんだね。最後最後。ここは半身浴と足湯があるから、ね。あ、ちょっとさ、こう感覚的に浅めの露天風呂って感じかな。だからあの、ちっちゃい子とかも露天風呂にこうやって使ってゆっくり過ごせるよっていうこと。確かにこの浅さはなかなか見ないね。ここにね、ちっちゃい子とか座ってすごいベストポジションだ。ここに座るとまあ通常とか、まあ、こんくらいです、私の身長で。あっちが足湯か。行ってみますね。足湯または足湯としてもいいですよっていうスペース。こっちがあの大きい露天風呂だよっていうのが、うん、あ、ちょうどいい。結構私はあの温度高いとね、本当このくらいの高さで使ってたいのはすごい気持ちわかるから、私はここが一番好きかもしれない、うん、ちょうどいい。足湯スペースか、ちょっとね、いろんなとこに座ってくださいって言われてきちんと足湯スペースで見たら用意されてるっていうのは、これも初めて私見た。優しいわ。ここ一段段差あるから気をつけて歩いてもらって、あ、ここも一段あるね。カッパの近くはこういうお話が作ったってことかしら。今ちょっと使って暑かったから、まあ、こんくらいが今私のベストです。あ、いいね。あ、いいな、いいな。これなんかこの本当にこんくらい浅い感じって、あのトドネとか、うん、お縁で寝たりするでしょ、ね、その時ぐらいのこう浸かり具合。空もどんどん明るくなってきたね。そろそろ5時開店になります。お客さんいっぱい来るんだろうな、朝から。ここは椅子が2つ用意されているので、整えたい人は整えることもできる。あ、ちょっとね、こう暑いから外でたいっていう人の休憩にもなります。中入りますか。じゃあサウナちょっと見てみようか。じゃあサウナ行こうか。1、2、3段もある。ここね、もうテレビも用意されたんで、目の前ドライサウナかなね。もう結構な人数入るからさ、これはありがたいね。85度なんだけど、結構私の感覚的に強い暑さ感じます。こっから、ここが強いのかな。ちょっと上がりますね。Thank you.
ユーロは並んで袋を。はい、ということで今回は青森県青森市の天然温泉カッパのゆうさんでした。これはね、もうなんか私の想像を超えた温泉で、子供にも優しかったり、熱いの好きな人、ぬるゆう好きな人に向けたちゃんと作りになってて、結構個人的には楽しかったです。ぜひね、早朝割引があるので皆さんも早めに来て、朝一番浴びて、シャキッと目を覚まして、仕事とかで学校に行くのもありかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。温泉好きだよ、朝風呂好きだよっていう人、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。